こんにちは、一席です。本日は、昨日同様、パリーグの計算外についてお話ししたいなと思います。2021年、各球団に離脱者が続出。2年連続最下位だったオリックスは優勝したものの、オリックスもスケットはプラスを出すことができず、山岡選手が長期離脱。吉田選手もシーズン途中には離脱してしまいました。 ただ、杉本選手がスケットクラスに打ちまくったり、課題とされていた中継が後半に再編されてきたり、宮城選手がものすごいピッチングを最後まで続けることができたり、プラスの計算外も多かったかなと思います。そして今年はパリーグ全体、とんでもない打点になっています。57試合のうち23試合が完封試合、シンプルに毎試合のようにノ、ーノー、完全ペース、みたいな試合が増えてきています。そんなパリーグの各球団、計算外についてお話ししたいなと思います。まずは、オリックス。 かなり計算外が多いです先発に関してはさほど心配はいらないと思いますが当初想定した7人的なローテーションは一度終了しバルガスが中継ぎに回っています。 山崎総一郎選手が定着とは言っていませんが山本選手、田島選手、山岡選手、宮城選手、山崎幸也選手いやや当初、宮城選手が苦しみましたが初勝利も挙げ山岡選手も心配はいらなそうまだ QS 率等には反映されていないかもしれませんが先発に関しては心配いらないと思いますし連勝記録が止まってしまいましたが山本選手自身は素晴らしいピッチングを続けています。 ただ、救エンジンは21年多く投げられた富山選手、漆原選手、ケイ・スズキ選手、吉田亮選手が一軍で投げられておらず、便利起用されていた小木田選手、そして今季復活を狙いたい黒木選手が陽性判定で今離脱中。 ビドルがピンチを作りながらもなんとかセットアップ的、昨年の非銀ン的な役回りができているとはいえ、リリーフ陣に関しては計算外が続いている中での戦いになっています。今年も平野選手にはクローザーとして回ってもらわないといけません。そして野手では吉田選手の状態が少しずつ上がってきたとはいえ、杉本選手の状態が上がってきません。杉本選手は8番というスタメンになっていて、打率が1割前半となっています。一時期は伏見選手、若月選手、 頓宮選手が陽性判定でキャッチャーがいなかったりチーム打率が1割9分となっているように全体が不審となっていたり、まあ、本当に苦しい状況が続いているんですよねその中で佐野光大選手後藤選手が粘っていたんですが佐野光大選手も陽性判定で離脱してしまったりやはり主力がプラスを出せず助っ人もプラスを出せないとなると得点を取ることってなかなかできないと思うんですよねコロナ陽性組が帰ってきていて西武戦で怪我もあった足達選手も戻ってきました ただ T 岡田選手はまだ復帰が難しそうで杉本選手、吉田選手が打つまではチーム全体で得点はなかなか取れないかなと思います現時点では試合数19でチーム得点数が48でもありますので3得点っていうのは結構難しいんですよねで中継ぎはさほど感じないかもしれませんが野手は相当苦しいかなと思いますそしてロッテ 先発に関しては全く心配いらないでしょう18試合時点で QS 率78%先発防御率1.50と抜群です25イニング無失点の石川歩夢選手完全試合の佐々木朗希選手0点台の二木選手ロメロ副長圏範囲の三馬選手小島選手で固まっていて岩下選手の離脱を全く感じさせません 種市選手も慎重な調整で復帰できそうで盤石なローテーションを形成できそうだなと思いますただ救援陣に関してはかなり不安もあるかなと思っていて現時点で救援防御率3.74はパ・リーグでワーストになります 今年の打点だと、この数字はかなり苦しく、増田選手につなぐまでのリリーフでかなり苦しんでいます。昨年、セットアップの佐々木千早選手は怪我で出遅れた後、陽性判定で離脱。からかう選手の登板はまだなく、国吉選手が1、2軍ともに不審となっています。 セットアップ的に期待をされていた鈴木翔太選手が不安定で二軍となっているなど、期待されていたメンバーがほとんど計算できません。東条選手、西野選手、ゲレーロ、小野選手、広畑選手らが起用されていますが、広畑選手も左つは5割近辺と苦しい投球で、昨年までのようなリリーフの安定感はないかなと思います。 そして打撃陣が本当に苦しいです。レアード、マーティンに依存していた長打力ではありますが、マーティンの状態がとにかく上がりません。小木野選手も出遅れた上に肉離れもあって離脱。高部選手、打撃面で粘ってはいますが、長打力的には苦しく、3月27日の山口選手のホームラン以降、日本人選手のホームランがありません。3試合連続完封負け、そして2試合連続で1安打負け、なんと菅野選手しかヒットを打つことはできませんでした。 佐々木朗希選手のち回完全投球を援護することができなかったりチーム得点数はリーグ5位の52盗塁は25でリーグトップなんですが犠打成功率が6割3分2厘とリーグ5位なんですよね細かい野球もなかなかできていなくて得点圏でも2割1分6厘でリーグ5位と厳しい得点力が続いてしまっています やはり2021年の本人トップ長打力の荻野選手の不在と安田選手、平沢選手、佐藤選手、藤原選手らでプラスを出せていない、まあ、ずっと言い続けていることではございますが日本人選手の打力課題というのが続いてしまっているかなと思います、まあ、特に三遊間というところで大きな課題があり藤岡選手の状態も上がってきません、まあ、本当に本来一軍でやっともらわないといけない選手たちの攻撃力が本当に苦しいので今このような状況になってしまっているかなと思いますそして楽天 パ・リーグで一番順調な戦いができているチームかなと思います。先発に関しては抜群の安定感で防御率2.42、QS 率78.6%でリーグトップと、まあほぼトップクラスの争いをしています。乗本選手がコロナ陽性ということがありながら、福井選手がそこに入ってきてくれていて、岸選手、早川選手、滝中選手、田中選手は全試合で QS をしてくれています。 コロナ要請を多く抱え、チームの離脱、特に中継ぎ陣がいないことが多いながら、ここまで不自由なく戦うことができたのは、涌井選手ももちろんですが、石橋選手ら先発経験のある投手がリリーフとして1軍で投げてくれたり、そもそもイニングを投げてくれる先発の存在が大きいのかなと思います。そして21年再編できた救援陣で、 セットアップ的な西口選手、ブセニッツ、今季期,期待のサワンでもある湯気選手、渡辺選手、さらに若手の小峰選手らが陽性で離脱となった中でも、救援防御率2.54でリーグ3位と大荒れとなっていないのは、本当に頼もしい限りなんじゃないかなと思います。で遅れましたが、孫選手も戻ってきましたので、酒井選手がいないのは大きな計算外だと思いますが、安楽選手、西口選手、ブセニッツ、孫選手で、松井選手につなぐ選手、かなり多くなってきてるかなと思います。 そして打撃陣。頻ダにあえぐチームが多い中で、チーム打率2割3分3輪でリーグトップ。OPS6 割4分7輪もリーグトップです。まあ、どちらも高いわけではないんですが、試合数14と少ないながら、現時点では得点62とリーグ,リーグ2位です。得点圏打率3割9輪と高く、本塁打は9本でリーグ3位と、そこまで多いわけではありませんが、西川選手がものすごい活躍をしています。現時点では3割5分2輪3本、15打点、5盗塁。 出塁率4割6分3ランナーに出ることはできるし走れるそして長打も打てて返す打撃もできる完全復活を遂げそうなくらいで打線を引っ張っていますチーム打率トップ盗塁王ホームラン王 OPS トップ出塁率トップ二塁打トップタイ 鈴木選手、山崎選手、辰巳選手が不振で1割台。ギテンスとスケットが早々に離脱となってしまったり、計算外は多く、実質スケットを丸漏モレホスだけで戦わないといけないというのはかなり苦しいんですが、パ全体で比較するとかなり打ててる方なんですよね。でも、茂木選手ら養成選手をじっくりと調整させるというのも大きいなと思います。昨年同様、左中心の打線に丸漏モレホス、西川選手も左ということで、さらに左が増えていくんですが、かなり 状態としては良いのかなと思います。相対的に良い状況でまだ連敗はありませんし、主位にいるというのは納得です。そしてソフトバンク。開幕から大型連勝で一気に行きたかったんですが、正直チーム状況的にはよくありませんでした。先発では開幕直前に松本裕樹選手、田中誠義選手が離脱、杉山選手、大関選手が先発も杉山選手は掴みきれず、大関選手は後頭ながらリリーフに回っています。 本来なら先発期待の投手が多く控えるものの、2軍で投げていない選手が多く、松本選手は復帰、笠谷選手、杉山選手、高橋玲選手が2軍登板、武田選手が3軍戦でようやく実戦復帰という段階ですが、怪我人が今年もとにかく多いです。ただレイが早期の段階で合流することができ、千賀選手、東山選手、和田選手、石川選手、レイと、さほど心配はいらないかなと思っています。和田選手も長い人が難しいかもしれませんが、候補は控えている状況。 正直、杉山選手、加瀬選手にはやはり今年こそ一歩超えてほしいところですがそもそも大関選手がチームのローテーションに入りきれていないっていうチームなかなかないと思うんですよね。でリリーフ防御率も2.35とさすがに一時期よりはこれでも悪化したんですがまだリーグ2です。 またヨ選手、津森選手、加山選手は現状失点がなく、モエネロも敗戦こそありますが、さすがのピッチングです。さらに今年加入の藤井光也選手が抜群で、早い段階の引けしやセットアップに近い形でも起用することができています。逆にすでにリーグトップの登板数にもなっている森選手の3連投こそ回避も6セーブながら3敗。 要所で空振りが取れず、通打が目立ち、昨年後半、オープン戦よりはスピードが出た印象も苦しい内容で守護神から配置転換となりました。まあ、彼がいなくてもモイネロをクローザーに回して、マタヨス選手らでつなぐということができるのがすごいんですが、森選手には調整してもらいたいところです。ただ 打線はこのチームも大きな課題になってきますチーム打率2割3分2厘でリーグ 2OPS6 割3分9厘でリーグ2ですが得点64は今のところリーグトップです当初の8連勝などもあり上位の順位ではあるんですが攻撃力自体は大きな課題で30イニング無得点だったり柳田選手と栗原選手の不在というのはかなり大きく響いてるかなと思います新助っ人ガルビスが不審グラシアルも出られてはいますがまだ良い時期のグラシアルではありません 今季、猛アピールの三森選手、中村選手、牧原選手らで得点が取れないとなかなか厳しかったり、リチャード選手や正木選手らが一軍で大暴れとはなっていませんので、攻撃力課題、特に若手の課題というのは続きます。まあ、海選手も打率が1割を下回りそうというくらい不審の中で、彼の前でバントするというような攻撃も見られてしまっていて、まあ、どうしてもギナのタイミングとは今年も違和感というのは拭えないのかなと思います。ただ、今季は二軍でしっかりとアピールすると、早い段階で一軍昇格できるくらい 風通しが良いようにも感じますまだまだ得点力アップは難しそうで積極的なターを続けていますがパの打点につながっている投手陣のレベルの高さは健在でもありますのでなんとか上位で耐えているとも言えるのかなと思います良い意味で言うならばやはり野村勇選手が打撃走塁ともにアピールできていることこれはかなり大きな希望ではあるかなと思いますそして日本ハム 先日の動画でたっぷりお話ししましたので一部割愛しますが少し想定とは違う戦いになっています21年後半は先発中継ぎともにまとまってきた一方最後まで2桁本塁打選手がなかなか出てこなかったり長打期待選手実績のある選手をスタメンに並べることができませんでした ただ現時点ではチーム本塁打が14でリーグトップです。長年の課題でもあった守備が少しずつ改善されているようにも見え、ビッグボス体制でちょっとずつチームが変わってきているようにも感じます。ただ計算外は多いです。開幕当初の3連戦、特に開幕カードで先発投手含め多くの投手を起用したことで、その後の先発起用が流動的になってしまいました。 もちろん計算していたことかもしれませんが伊藤選手は中月から中7、中5みたいな形で少し調整も難しくこれから中5から中4にしていくそうですが負担がどれほどになるのかというのは我々からすると読めないところがあります。 援護がなく伊藤選手、上沢選手らでまだ貯金を作れていないことや、ガンとか投げられていないことなどがありますが、加藤選手、上沢選手ともに試合自体は作ってきています。ただ、縦野選手や川野選手、そして根本選手、まあ、伊藤選手も現時点では去年のような活躍とは言っておらず、21年の思描いた先発ローテーションがしっかり機能はしていないのかなと思います。 でそこまで心配はいらないかなと思いますが、まあ、今年選抜期待の選手がここまでおらず助っ人がまだ1軍で投げることができていないとなると頭数はかなり足りないかなと思っていますそしてリリーフも当初は苦しく21年後ろを投げた杉浦選手ロドリゲスが不審で勝利の方程式に入ってくることができずロドリゲスが2軍ですさらに井口選手が1軍に入りきれなかったり当初の担ぎ陣を多く起用した系統をしたので負担が大きかった上に勝ちを取れなかったんですよね ただ、堀選手、ルーキーの北山選手が抜群で、後ろが整ってきているようにも見え、杉浦選手、ロドリゲスが計算できない中ではかなり粘っているかなと思います。井口選手、西村選手、玉井選手、宮西選手、杉浦選手らで経験のある選手、この後ろにつなぐまでの系統を見つけたいんですが、まだ宮西選手の状態が上がってきていないかなと思います。 そして打撃陣では今季期,期待の磯畑選手が手術で離脱ただ野村選手は戻ってきて今川選手清宮選手万波選手が出られていますしかし万波選手は3本とリーグトップクラスのホームランながら打率は1割5分を下回っていて清宮選手も長打こそ出ていますが率は上がってきませんただ松本選手が止まらない大活躍そして宇佐美選手も現時点ではパ・リーグ屈指の攻撃力を持つキャッチャーになっています いろんな選手を流動的に起用してきていますが、積極的に起用されている選手が結果を残せないということもありますが、ご一戦ということでいろんな選手を試しているのかなと思います。まあ、バッテキスタ面の選手が結果を残せる、残せないというのは正直、まあ、監督の采配だけには限らないかなとも思っています。浅間選手が調子が上がってこない、アルカンタラが3本ながら速球に差し込まれたり、オープン戦で良かったヌニスがまだ大暴れとなっていなかったんですが、リーグトップの14本というのは正直想定外かなと思います。25イニング無し 失点の石川選手8回完全の佐々木朗希選手抜群の安定感の田中雅宏選手相手で3連勝というのは恐れ入りましたまだ率は上がっていないですし安定した得点とはいかないと思いますが松本選手の大暴れとチーム本塁打トップというのは想定外かなと思います そして西開幕投手は打てるセーブという形で今年は期待もあったんですが早々に山川選手が離脱森選手も骨折で離脱した上に二軍の投手がとにかく足りないという危機的な状況になってしまいました先発では今井選手が怪我。復帰も先日の調整当番で再び怪我の可能性それでも新戦力で多く試合を作り先発防御率3.26でリーグ5位 QS 率42.8%でリーグ5位となんとか耐えていました すでに21年の左腕先発勝利数を超える3勝、助っ人先発勝利数を超える2勝を記録しました渡辺選手が一軍戦力とまでは定着ならず、高橋選手も試合を作ってくれていますが、三振は奪えず、なかなか本来の支配するピッチングとまでは言っていないところですが、21年までと比べると相当先発は良くなってきているかなと思いますそしてリリーフ、現状リーグトップの防御率1.81になっています この動画撮影時点では、水上選手が登板数リーグトップタイ、その次が宮川選手、佐々木選手が10と多く、平選手、平井選手、増田選手と、勝利の方程式とそれ以外の投手でかなり接戦を回せるようになっています。 どうしてもビハインドで佐々木選手、宮川選手、水上選手らを使わないといけず、ヒンダで彼らを使いながら敗戦ということがあるのが苦しいんですが、先発のイニングは他球団より厳しい中で、中継陣は相当頑張ってるかなと思います。クモン選手と森脇選手も実戦復帰していますので、この2人が戻ってくるとかなりリリーフ強力になっていくそうで、今年のセーブの大きな武器になるんじゃないかなと思います。ただこのチームもヒンダには愛でいます。 チーム打率2割8厘でリーグ4位。本塁打12はリーグ2位ですが、OPS5 割7分8厘はリーグ4位。得点59でリーグ3位も、得点圏は2割8厘。盗塁6と最小で、成功率も5割4分5厘と最低。ギダ成功率6割9分2厘と、1試合3個のギダを決めたので一気に上がりましたが、併殺は18と最多です。 出塁率2割6分4厘と相変わらず最低でチャンスは作るんですがノーアウトの複数ランナーを残塁バント失敗というケースも少なくありません出塁率が一番低くて盗塁ができずバントが決まらず併殺は一番多いそして得点圏では一番弱い、まあ、そういう残塁が目立つ石膏というのが今シーズンはかなり多くなっています トノサキ選手、中村選手、栗山選手ら3番以降の主軸で1割台が並ぶことなどがザラでしたが、だんだんトノサキ選手の状態が上がってきて、オグレディが今のところ大きなプラスを出しています。 二軍で期待の若手が苦しんでいたのは計算外で打てる手がありませんでしたが、山川選手が戻ってきて、オグレディ、ウー選手と少しずつ得点パターンが見えつつもあります。7連敗、一時期はチーム打率2割を下回り、打てない、走れない、小技が決まらない、チャンスで点が取れない、さらに失策が目立つ守れないチームになっていましたが、光が差し込んできたかもしれません。 全体的にこんなところです。計算外多いんですが、やはり多いながらしっかりカバーできている楽天はすごいし、やはり西川選手の加入非常に大きいなと思います。そしてこの打点のリーグで先発がシェア作れることが最低条件になってきている中、ソフトバンク、ロッテ、オリックス、楽天は特にロースコアの試合が増えている印象があります。意外なことにはハムがチーム本塁打トップ、先日までのようにエース格3人相手に3連勝と意外性があります。 どのチームも特徴は様々ですが、今年は本当に苦悩が多いなというふうに思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。